ミシェル・カミロは、ドミニカ共和国産とドミンゴ出身のジャズピアニスト、作曲家。ミシェル・カミロ、ミシェール・カミロとも表記される。ラテンジャズを基調としたミュージシャンで、その卓越した技術は高く評価され、ビルト・オーソと呼ぶにふさわしい演奏をしている。音楽一家のもとに育ち、親からもらったアコーディオンを弾き始める。祖父の影響で、ピアノも習い始め、 エリラメナ国立諸島音楽院とドミニカ共和国国立音楽院に13年間通う。1979年にニューヨークに移りマネス音楽大学とジュリアード音楽院で学ぶ。1983年にティトプエンテと共演。1985年にカーネギーホールにトリオで出演し、スターダムにのしのぼる。ファーストアルバム、ホワイノットを。 日本のキングレコードより発表。1988年にソニーに移りセルフタイトルをリリースベストセラーを記録する。2000年にはフラメンコギタリストトマティートとの共作アルバムスペインを発表。このアルバムはグラミー賞ラテン部門を勝ち取っている。アルバムタイトル曲のスペインはチックコリアの作品で他にラテンナンバーのスタンダード。 ベソメムーチョも収録している。2006年に後継アルバムにあたるスペインアゲインも発表。このアルバムでは単語界の巨匠ピアソラのリベル単語等3曲をトリビュートしている。2002年以降はテラークに長らく在籍。2009年にはビッグバンドとの共演アルバムカリベを発表している。ありがとうございます。